どうもアルダンです。本日はユアーズさんのヤリスクロス専用フロントリップガーニッシュを購入しましたので、取り付けまで紹介したいと思います。定価は 12,000円でしたが、 20% オフクーポンとポイントで実質的に8200円くらいで購入することができました。付属品はマスキングテープと予備の両面テープ、脱脂用のアルコールとユアズさんのステッカー、あとは取り付けシール書になります。意気揚々と開封し始めましたが、この後今回とてもショッキングな出来事が起こります。今回一つ想定外だったのがこの水色の保護シートです。今までの経験からこの手のメッキパーツの場合、保護シートは表面部分だけに貼ってあり、裏面にはついていないことがほとんどでした。いつもなら開封してすぐにフィッティングの作業に入るのですが、この保護シートを剥がしてから出ないと先に進めません。動画を撮影しているのであまり時間をかけたくないのですが、このシートがなかなか剥がしづらく、そのせいかどうか分かりませんが、この後のトラブルの伏線となっていきます。今行っているのはバリが出ているとは危ないので、ショップタオルを使ってその確認をしています。続いてフィッティング作業に入っていきます。左右の幅を確認しながら、取り付けに問題がないのか確認します。本来ならば慎重に確認をすべきだったのですが、ここまでに時間をかけてしまっていたので気持ちが焦り、不十分な作業となってしまっていました。そして重大な見落としがあるのにも気がつかずに、脱脂を始め、この後取り付けを開始してしまいます。取り付けは両面テープの剥離紙を全部剥がさずに、端から少しだけ剥がして慎重に位置を合わせながら少しずつ貼り付けていきます。私はこの剥離紙が途中で切れてしまった場合を想定して、両サイドを先に少し剥がしておきます。ここからいつもとちょっとだけ違うテイストで解説していきます。ここへ来てこのパーツが抱えている問題が発覚します。一生懸命貼ってるんですけれども、今押さえている部分の両面テープはどうしても剥がれちゃうんですよね。何度も頑張って押さえてるんですけれども、どうしてもこの場所だけ両面テープが剥がれちゃうんですよね。他の場所はすごいフィッティングがいいんですけれども、この場所だけどうしても浮いてきちゃう、そんな感じなんですね。
とやっとですね、この部分が歪んでることに今気づいたところです。パッと見では全然わからないんですけれども、よく触ってるとその部分だけちょっと出っ張ってるっていうか、角が出ている感じなんですね。でここから見たりしても、まあよく見ないとわからない感じなんですけども、間違いなくこの部分が歪んでいるっていう感じなんですね。これでもうどうしようかなっていうふうに悩んでいてですね、一旦外して、まあ、歪みを直してまたつけるっていうふうにも考えたんですけども、外すと、まあ、やっぱり両面テープをもう一回貼り直さなきゃいけないっていうこともあり、まあ、なかなかこうどうしたらいいのかわからない。でこのままだとちょっと、まあ、両面テープでついてるだけなんで、まあ、走ってるうちにもしかしたら取れちゃいけないっていう、まあ、不安もあるので、ちょっともうどうしようかなっていう感じでずっと考えてますね。で全体的には本当にフィッティングがいいんですよね。もう本当この部分だけちょっと浮いちゃってるっていうだけなんで、まあ、このままいけるのかな、でもちょっと怖いなっていう感じで、まあ、ちょっとどうしたらいいのかずっと悩んじゃって、なかなか作業が進めなくなっているんですけども、でここで思い出したのが、箱を開封する前に、段ボールの一部がちょっとへこんでたんですよね。まあ、思いっきりへこんでるってわけじゃないんで、まあ、大丈夫かなとは思ったんですけど、まあ、開けてちょっと確認しなきゃって思いながら作業を始めてて、ただちょっとその撮影とかの加減で、まあ、すっかり忘れてしまってそのままつけちゃったっていう感じなんですよね。まさにその今歪んでいるっていう部分が、その段ボールが曲がっていた部分、まさにドンピシャリっていう感じなんですよね。お店に連絡しようとも思ったんですけども、実はこの取り付けてる時点で12月30日でもう年末年始の休業に入っていまして、さらに言えば、注意書きで、テープを剥がしたらいかなる理由でも返品返金はしないっていう、まあそういう、まあ、免責事項があったんですよね。それでもうちょっと難しいかなっていう感じで、まあもうこのまま行くしかないっていうふうに、まあ今やっとこう思い直して、これからまた貼り続けるんですけれども、ただ正直なところ、まあ、梱包の仕方が悪いと、まあ、本当思うんですよね。他の、まあ、お店で買った時なんかは発泡スチロールで周りがこう縁取られてて、多少段ボールにダメージがあっても、まあ製品には被害が及ばないっていう感じで、うまいことまあ梱包されてるのがほとんどだったんで、今回のこの薄い段ボールにこの長いものがそのまんまポンと入ってるだけっていうのは、ちょっとまあちょっと配慮が足らないんじゃないかなっていうふうにちょっと思いますね。でここで助かったのが、まあ、寒いんで粘着力を高めるためにヒートガンで温めながら取り付けたんですけれども、これがまあうまくいって、熱を加えることによって密着力が高まって、実は浮きがこの時点で治ってるんですよね。まあ、歪みは治ってないんで、まあ、よく見るとまあ曲がってるっていうのはわかるんですけども、思った以上にしっかりついてくれて、まあ、これは本当に良かったですね。これで完成になります。で、まあ、改めて思ったんですけども、この商品はすごいかっこいいですよね。もう思っていた通りの感じの出来で、すごくいい出来ですね。まあ、値段もまあそこそこ高からず安からずなんですけども、すごく買ってよかったなっていうふうに思える感じで、まあ、曲がってるっていう、曲がっていたっていうことがまあ一つ引っかかるんですけども、でも本当これかっこいいと思います。
それでまあ何度も言うようですけども、フィッティングはすごくいいんですよね。ほとんど隙間なく形もぴったりで、あの例の歪みのところ以外は本当に完璧っていう感じで、すごくいい商品なんですよね。もう本当梱包状態だけをなんとかしてほしい。もう本当そこだけですね。とここの部分がちょっともう出てるっていうのが、まあ今でもちょっとわかるとは思うんですけども、まあ、でも言われなければまず気づく人はいないっていう程度なんで、まあいいんじゃないかなとは思ってますけどね。この2日後ぐらいにも一応浮きがないか確かめてみたんですけれども、まあ、ちゃんとついてるんで、まあ、走行中に取れることはもうないと思うんで、そこだけはもう良かったですね。あと商品についてなんですけども、まあ、バリの処理はちゃんとしてあるんですけども、どうしても角の方の一番端っこら辺は形が複雑になってる感じで、ちょっと置いただけでやっぱりこの未塗装樹脂パーツが傷ついてしまうんですよね。もちろんついてしまえばもう隠れてしまうんで問題ないんですけども、ちょっとそこを気にする方は、まあ、気をつけてなんとかなればいいんですけども、まあ、ちょっとそこの部分は諦めるというか、まあ、そうですね、仕方がないと思ってやった方がいいですね。すごくかっこよくていいパーツなんで、ぜひ皆さんにもお勧めしたいんですけども、やっぱり梱包状態がちょっと不安なんで、もし購入された場合は開封前に箱にダメージがないかっていうのをもうよく確認して、で、まあ、もしダメージがあったら両面テープを剥がす前にもう間違いなく曲がりがないかっていうのをだけを確認して注意していただきたいなと思います。私のヤリスクロスもだんだん完成形に近づいてきて、いじるところもだんだん少なくなってきているんですけれども、まだまだ頑張ってカスタマイズしていきますので、チャンネル登録と本年もどうかハルダンチャンネルをよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。